なんか下の裏が真っ白になってる。だからまだちょっとね喋りづらい状態なので、ちょっと今日もあまり長くせず終わりたいと思います。ちょっと滑舌変やなって思うかもしれんけど、ということでですね、そう一つあのね、ちょっとまあいろいろご報告はあるんですけど、まず一つ言いたいことがあってですね、あの夏にある三国無双のそうあの舞台なんですけど、そうあのそれのね、もともとあの先行販売、チケットの先行販売はあったんですけど、あの今日からかな、あのキャスト選考の販売がそう行われます。そうなんですよ。そう、何が違うのかな、なんかね、普通にキャスト選挙、何だろう、普通の先行販売も普通に見に来れるんですけど、キャスト選考、キャストのね、あのあれはあの大西桃花っていう、 こう名前を選択してもらって、大西桃花っていう多分名前がね書いてんのかな、チケットに。そうで、なんかこう大西桃花のファンですっていう、なんか大西桃花が出るから見に来たじゃないけど、なんか大西桃花のチケットみたいなのが、そう誰目当てでね、そう買ったのが分かるやつなんですけど、そう今まではね、今までの舞台は、そう外の舞台かな、は結構そのキャスト選考っていうのが早めに出てて、で今回はね普通の販売、チケット販売とキャストのその販売がちょっとね時差があって、一応西知ってたわ、知ってたからさ、そのチケットが販売されたって時に、そう、あんまこうあんまこうねツイッターとかにあんま書かなかったりとかちょっとショールームであんまりちょっと言わなかったりとかちょっとしてたんですけど、そうあのね、そうキャストのそのあれでね、あの買いたいと思ってくださってる方ちょっとね多かったのかなと思って、ちょっとあんま言わずにいたんですけど、一応今日はね、あのそのキャスト選考もあの販売されましたので、もう買っちゃったよって方はまああれなんですけどぜひよかったならね、キャスト選考ね、でもよかったら見に来ていただけたらいいなと思うのですが、無理はせず、はい、ぜひぜひ舞台を見に来てくださるってだけで嬉しいので、はい、ちょっとそんな感じ、ちょっとねあのいろいろ見たら結構書いなんかね書いてた方が多かったので、一応言っておこうと思って、今日からゲット選考始まりましたので、買うのまだだったよって方はそっちで買っていただけたら嬉しいし、もう申し込んだよって方はもうそれはそれでもう全然嬉しいので、私は嬉しいには変わりはないので、はい、自分の見に来れるタイミングでよかったら見に来てください、よろしくお願いします。あとですね、あれだね、一日店長、そう立川のゲームセンターで、そうなんと一日店長をすることに
なりました。そう、自分の喋り方なんか笑けてきちゃうね。立川のハピピーランドっていう、そうゲームセンターがあるんですけど、それで一日店長としてそうイベントをさせていただくことになりました。そう、あのマネージャーさんとどのいうどういうイベントにするかっていうのをいろいろ話してて、まだね発表とかはされてないんですけど、本当にゲームセンターらしいイベントだったり、あとは歌ったりとかをするので、まあ、何人ぐらいお呼びするのかはわからないんですけど、まあ多分そんなね多くはないと思うんですけどその枠は、でもぜひぜひすごく楽しいイベントに絶対なるので、楽しみに来ててください。え、こんなことできんのっていうの1個あるから、いや2個、いや1個はねまだあれなんですけど、まあ、それもその中から抽選とかなるかもしれないんですけど、なかなかないことを、まあ、それで言ったら2個あるのかな。珍しい企画とかもあるので、そういうのも楽しみにしてもらえたらなと思います。うん、楽しみにしててください。いいですね。いいですね。明日ですね。はあ。15時半から。エクラアニマルのフラフラ。アリのコーナーという、そう FM 西東京さんのラジオなんですけど、そうそこのラジオに出演させていただきます。そうこちらもね、明日ぜひぜひ聞いていただけたらいいなと思います。このね、このね、アニメ制作会社のエクラアニマルさんのコーナーにて出演させていただくんですけど、そのね司会は、アニメーターで有名な本田敏之さんって方でございましてね、舌がやばいとごめんね変な喋り方で、そうっていう方で、本当にすごい方なんですよ。参加作品とかを見たら、多分ねほとんどの方が知ってる作品をすごくたくさんやってて、巨人の星とかルパン三世、天才バカボン、ウコンジョーガイルとか、ドラえもんとかね、アンパンマンとか、忍たま乱太郎とか、調べたら他にもたくさんあるんですけど、パンダコパンダとか大好きなんやけど、そうなんかたくさんの作品
そう、本当すごい方で、大西さんちょっとご縁があってこの間、初めてお会いさせていただいて、今回呼んでいただけることになったんですけど、本当にすごい方なので、その方がね、こう司会しているラジオにこう出演させていただけるので、明日はぜひ聞いてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。うん、本当に光栄です。すごい、はあしーしー、こんな感じかな。その3つですね、今日お伝えしたかったのは。そうだ、あれだ、 AKB の新番組も明日ですね。うん、明日深夜2時35分とか、ちょっと待って。ちょっと待って、あ、惜しかった、1時だ。20じゃなかった。明日深夜の1時35分です。1時です、1時35分です。ね、洗濯機の音絶対うるさいよね。もう回さないとないんだよ、着る服。東京だけだよねって。そう、放送されるのは東京だけなんですけど、あのね、パラビっていうので、見れます。そう、なんかね、いろいろ見れるのが、それがね、AKB の公式ツイッターに載ってるので、よかったらチェックしてみてください。チェックしてみてください。よろしくお願いします。もうやだよこの喋り方。見てほしい、すごいね。真っ白ってあんま意味分からへんやろ、下が。すごい、なんか下って別にそう皮ないやん。でも広いんです。そう、なんかすごいよ、ずっと見ちゃうもんね。お風呂もなかったかで。お風呂もなかったよね。うん、ね、なんかこんなに痛くなるの初めて思うんです、この矯正器具とかで。今まででもさ痛かったんけど、今回なんか、うん、今回なんかね、うん、今日ちょっとね行けなかったから、歯医者さん、もう明日火曜日で、うん、困ったもんが。
くでしょ。こことりあえず下を進めてたいと思います。ごめんよこんな感じで。まあ平成が4つできたね。その4つその4つぜひぜひぜひチェックしてみてください。洗濯が終わったよ。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ごめん今日も名前だけにするね。ごめんねごめんよ本当に申し訳ね。ランキング名前だけ読ませていただきます。それではいきますよ。いきます。 G ハギハギさん、2位ケイジケイジさん、3位マー君アコードさん、4位 KITT さん、5位 P さん、6位ツーサーさん、7位マツさん、8位プロスペクトさん、9位カホニコさん、10位ミータン、11位おやちゃん、12位レイくん、あとおもちゃんおしさん、13位ボスブラックアットマーク麺類に栄光あれさん、ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい。いきなりですが、質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆さんありがとうございました。ではバイバーイ、ありがとうございました。またねー、おやすみなさーい。